ポーランドのザワークラウトザワークラウトとは、ドイツにおける、キャベツの漬物。また、それを使った料理も指す。原義は、酸っぱいキャベツ。日本では、スキャベツと表記されることもあるが、酸味は、発酵により生じる乳酸によるものであり、酢酸酸によるものではない。ザワークラウト、ザワークラウト、英語読みの、サ。アクラットから、サワークラウトとも表記されることがある。 英語では、サワークラウト、普通語では、シュークルート、オランダ語では、ズールコール、ポーランド語では、キショナカプスタ、ロシア語ではクワーシェンナヤカプスタ。フランスのアルザス地域やポーランドをはじめ北欧、東欧、ロシアでも食されているほか、ドイツ移民の多いアメリカ合衆国、カナダなどでもよく食べられている。一世紀には古代ローマで食べられていた記録があるが、 現代のものは16世紀から18世紀にかけてヨーロッパに広く定着した。ザワークラウトの酸味は発酵の過程で、乳酸菌が出す乳酸によるもので、酢などの酸味量は加えない。産地や各家庭において作り方は様々であるが、基本的には、キャベツや赤キャベツを千切りにし、ビニや漬物損に入れ。 適量の塩と香辛料を入れてよく混ぜた後、漬物石などをもしを乗せて、お塩をかけ、常温で保管する。牡蠣なら3日、冬場でも1週間程度で酸味が出て、食べ頃になる。香辛料は、ディルシード、キャラウェイシード、ジュニューパーベリーなどがよく使われる。また塩と共に白ワインを加えて漬け込まれることもある。煮た漬物として、 ルーマニアからブルガリアにかけての諸国には切らずに、丸ごと漬け込み乳酸発酵させたキャベツがある。口術のサルマサルマーレに使われるのはこちらである。シュラハトプラッテシュークルーとガルニソーセージなどの肉料理をはじめとした、いろいろな料理の不合成としてよく用いられ、ドイツ国内でも地方によって、調理法や食べ方が異なる。代表的な料理に、ドイツ語で、シュラハトプラッテ、 フランス語で、シュークルートガルに、アルザス風シュークルートがある。これは、数種類のソーセージおよび数種類の部位の豚肉、特に桃肉をザワークラウトの上に乗せて、蒸し焼きにしたものである。また魚を乗せた料理もある。これは海魚に限らず、ドイツのライン川やドナウ川、フランスのロワール川沿いなどでは、マスやコイなどの川魚もよく用いられる。場合によっては、 カツレツ状に衣をつけてあげてあり、クリームソースをかけて食べることが多い。フランスでは、シュークルートと呼ばれ、アルザス地域圏の料理とされており、果実味の強い白が、特徴のアルザスワインを合わせて飲むことが多い。またアルザスに限らず、ロワールなど、他の地方でもシュークルートはよく用いられる。 地中海沿岸ではシュークルートドゥラムエールといって海の魚介類を乗せた料理も見られる。その他、湯で炒めたり、スープやロシアのシチーなどの煮込み料理の材料としても用いられる。また、サンドイッチに挟むのもポピュラーな食べ方である。塩漬けした牛肉とともにパンに挟んだものはルーベンサンドと言われ、ニューヨークの名物料理の一つである。 ホットドッグの付け合わせとしても一般的である。ドイツからフランスなどへ移住したユダヤ人の料理としても用いられるが、ユダヤ教の定めるカシュルートでは豚肉を食べることが禁じられているため、乗せる具は子牛の肉や魚が用いられる。東欧ではロールキャベツにも使われる。ベトナムにはザワークラウトと同じようなキャベツの漬物がある。漬物が目にキャベツを入れ。 水と塩と砂糖を加え、蓋をしてそのまま2から3日置くと、酸っぱい漬物が出来上がる。ザワークラウトは、代表的ドイツ料理として、ドイツやドイツ人との連想性が高かった。そのため、ドイツ及び、プロイセン人に対するイメージが悪化した時期には、ザワークラウトは、ドイツ人への別称として使われる場合があった。第一次、第二次世界大戦期の英軍及び米軍では、 ドイツ兵を刺すのに、クラウトという別称を使った。また、第二次大戦中の米国では、ザワークラウトの生産業者は交戦国ドイツの適正的なイメージをぼかすため、フリーダムキャベツという名前で販売を行った。米軍のイラク戦争介入に反対したフランスへの悪感情が高まった21世紀初頭のアメリカで、一時期フレンチフライが、 フリーダムフライと呼ばれたことに似た現象と言える。戦後においても1960年代後期に台頭したロックバンドたちの得意な音楽性を指して、クラウトロックという故障が用いられることもあった。こちらは必ずしも別称ではない。ビタミン C を含む保存食として、レモンなどの果実や果汁と並び、長い後悔の解決病予防食としても利用された。 キャベツ自体に、豊富なビタミン C が含まれており、加熱しないことで、ビタミン C が壊れず、乳酸発酵によって、さらにビタミン C が生成される。果物が豊富に収穫できない、寒冷地では、でんぷんで、保護されて加熱してもビタミン C が壊れにくいジャガイモと、並んで貴重なビタミン C 摂取源となっている。ザワークラウトは、生のままならば豊富にビタミン C を含むが、 瓶詰めや缶詰めにして加熱殺菌すれば豊富なビタミン C も熱でかなりの量が壊れてしまう。前述のシュラハトプラッテ等のザワークラウトを煮込んだりする料理も同じである。ありがとうございます。